シリーズの4日目の予選最終日の戦いです。グレード3札幌ビールカップ11レース予選特選を迎えていまして、対戦6名が登場です。進入コースの争いに目立った動きはなさそうです。1号艇の山口達也がインコースに構えていきます。すでに予選突破へはオーランポートを持つ状況ですが、明日の神宮高枠取りへポイントアップを狙う一走。前半カードではチルドを0-5に上げての戦いということになっていましたが、ここは0に戻しての戦いとなりました。1号艇の山口、2号艇の山田隆一がこの外に構えての2コース進入。2日目以降は流れ良好、2号艇の山田隆一、大崩れは避けておきたい、そんな一走になります。3号艇の川野真也はこの外へ続いての3コース進入。そして4号艇の大崎翔がこの外へと構えていきます。今日は自らの誕生日、バースデーランその2走目ということになりますが、勝負の1走は6点台へ向けて2着以上が欲しい立場。5号艇の石川鉄舟がこの外に続きまして、6号艇の田中和也が6コースの1、どちらも好調組ということになっています。大阪勢スロー3艇にダッシュ3艇と分かれます。勝負かけクリアでのハッピーバースデーを狙います。4号艇地元の大崎が角インに構えたのが1号艇人気の中心です。山口達也、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで3秒、スタートしました。いいスタートを決めたのはダッシュから4号艇、5号艇で1番この攻防、4号艇地元の大崎が角から攻めてくるか、1号艇の山口が残そうとするが、4号艇の大崎まくり切った。内をついては2号艇その後方、5号艇、3号艇で後方ちょっと振り込んだのは6号艇田中、なおスタートは前提正常でした。2マークを目指していきまして、先頭は4号艇の大崎翔、2番手の水は2号艇、5号艇、3号艇、内から2号艇の山田、外から切り込む5号艇、3号艇でホームへ帰りましたが、先頭は4号艇の大崎翔です。2番手から追走は3号艇の川野、3番手からは5号艇と2号艇でレースは2周目に入りました。2周の1マークを目指しまして、先頭は4号艇の大崎翔です。角から豪快な攻め立てを見せました4号艇大崎が先頭、5号艇の石川が2番手を追走となりますが、その内から3号艇川野が追い上げる、この内側からは2号艇山田、後方1号艇6号艇が続いております。2周2マークの旋回からホーム設置へ戻りました。先頭は4号艇0台の半ば、見事なダッシュを決めた4号艇大崎が先頭、2番手争いは3号艇川野、さらには2号艇山田、内からは5号艇の石川で最終周回に入りました。文句なしのハッピーバースデーということになりそうです。見事な連勝ゴールで勝負がけクリアとなりそうな4号艇大崎が最後のバックリボートを運んでいきます。2番手の水は3号艇の川野、5号艇の石川が2艇接戦状態ですが、この内側からは2号艇の山田隆一もじわじわと迫ってきます。2番手3番手は大混戦の状態ですが、先頭は完全に一人旅、4号艇の大崎、2番手から追走、2号艇山田が内側から迫ってくる、3号艇の川野が刺した、その内を狙う5号艇の石川でホームへ帰ってまいりましたが、2番手は3号艇か5号艇か、あるいは2号艇か、先頭は4番です、大崎ゴリ、2着はどうか、わずかに3番川野ゴール、3着5番の石川ゴール、2番山田ゴール、1番山口ゴール。ラスト6番の田中がゴールです。以上、天ヶ崎第11レースでした。第11レース着順確定をお知らせいたします。1着4番、2着3番、3着5番以上でございます。